演舞開演。どうも、本日はこちらのパンチーズ専門カルト専門店パブロさんにチーズカルト、ミニチーズカルト4種類を食べたいと思います。パルコさんって確か前にコッピリとかミスターロンですとコラボしてたのは知ってるんですけど、直接食べるのは初めてなんですよ。なので楽しみです。まずはもちろん最もシンプルなやつからいただきます。お、生地はしっとり系ですね。あ、間違えて紙まで食べちゃった。タルトの生地はしっとり系かと思ったのですが、食べてみるとしっかりサクッとした音も聞こえてきて、サクサク系の自分好みの生地でした。そこに乗っているチーズクリーム、最初のシンプルレーンのやつは一番チーズの旨味を感じることができて、あとのやつはチーズとそれぞれに乗っている最初に食べたストロベリー、チョコ、抹茶の3種類にそれぞれの味がきちんと融和してとっても美味しかったです。サクッとしたタルトとともに口の中に広がっていますね。個人的には最後に食べた抹茶が一番好きでしたね。もちろん最後に食べたから印象に残ったというのもあるのかもしれませんが、一番おすすめできますのは抹茶です。その次がプレーン、まあ、チョコとストロベリーは同格だな。どちらも同じぐらい口の中でいったので。というわけでパブロ公式、今回たまたま寄ったお店で物販店をやっていて買えたのですが、なかなか普段は食べられないものなので、こうした機会があって嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。